バーツ監督、大谷翔平選手がフィールド上でできることを考えると、今まで彼ほどの選手はいませんでした。走力、パワー、打撃の中核となりうる打力、トップ投手となりうる腕の強さと精度の高さ、彼が投打両方で出している成果は他で見たことがないです。グレートバンディーノに失礼がないように気をつけながら言わせてもらうけど、翔平がやっていること、彼の身体能力や走力は全く違います。一人で大谷を支えるのは荷が重すぎるよな。全盛期の大谷の監督を務めるのは、半端ないプレッシャーがあるだろうね。最後にロバーツさん、リビングルームにお招きいただきありがとうって言ってるので、これロバーツ監督のご自宅のリビングなのかも。グレートバンビノイコール偉大なバンビーノ、バンビーノイタリア語で赤ちゃん、男の子はベイブルースの愛称。それを言うなら大谷翔平だって立派なバンビーノだろうな。栗山秀樹氏もきっと心の中で俺のバンビーノ、翔平って呼んでると思う、知らんけど。そんなこと口にしたら大谷に、ちょっと気持ち悪いかなと思いますって言われちゃうからきっと心に秘めてるだろうけどね。ロバーツ監督、日本人のこともよく理解してくれて、さらに大谷さんのこともより深く理解してくれそうで、安心感がたまらないな。グレートドジャーブルー、歴史的なチームになってほしいな。大谷翔平という奇跡もちろん努力あってのマネージメントする監督の責任をしっかり感じているインタビュー。世界最高峰かつ全盛期を迎える選手を預かるロバーツ監督、責任感とともに充実感溢れている様子が伺えるな。メジャーリーグのスーパースター、レジェンド OB、目の超えた記者から親しみと敬意を持って史上最高の選手、と称えられる選手が日本から現れるなんて、想像もしなかったことだな。操縦法を栗山さんに聞くのもありだな。全盛期の大谷を栗山監督に任せたいという気持ちもあるんだけど、ロバーツ監督になら安心して任せられるな。今の大谷がいるのは栗山監督のおかげ、この大谷をどうか大切にしてほしいというのがファンの切実な思い。